新中寺山ダムは、富山県富山市、上岸寺川水系和田川に建設されたダム。高さ35メートルの重力式、コンクリートダムで、北陸電力の発電用ダムである。同社の水力発電所、新中寺山発電所に送水し、最大7万4千キロワットの電力を発生する。1956年、北陸電力による上岸寺川。 アリミネ発電計画に伴い、アリミネダムの下流にて、新中寺山ダムの建設工事が着手された。アリミネダムに蓄えた水を、和田川第二発電所にて使用した後、さらに新中寺山発電所で再度使用する。新中寺山ダムは、この二発電所をつなぐ中継地点としての役割を担うものである。新中寺山発電所で使用した水は、和田川と、 平行する上岸寺川の支流、小口川に建設された小幡ダムに放流され、逆調整される。新中寺山ダムは1959年に完成、送水先の小畑ダムも1960年に完成した。新中寺山発電所には2台の水車発電機が設置され、最大出力7万3 0 0 0ットで運転を開始。 2006年には老朽化した発電用水車の更新作業を、まず2号機について完了し、1号機についても2007年に完了した。これによって合計1 0 0 0ットの出力増加を果たした。亀貝料金所からアリミネ林道に入り、アリミネダムへと続く道の途中に新中寺山ダムがある。ダム湖畔には和田川第二発電所があり、 発電に使用した水をダム湖に放流している。送水先の新中寺山発電所は小幡ダム湖畔にあり、小口川ダム上流の席より取水して発電する小口川第一発電所と建物を共有している。小幡ダムの先には水素料金所があり、こちらからもアリミネ林道に侵入できる。ただし、現在は災害のため通行止めである。 なお、新中寺山ダム直下には、和田川第一発電所があり、和田川第二発電所とは発電所手前まで導水路を共有している。こちらで使用した水は、新中寺山ダムを経由せず、別ルートで河川を流下する。ありがとうございます。